土葬役とは、倉役とも呼ばれ、中世において、京都の土葬に対して行われた課税。特に、室町幕府財政において、主要な財源の一つであった。鎌倉時代から徴収が行われたと推定されており、特に、京都の土葬は、延暦寺及びその参加であった祇恩社の支配を受けていたため、両者からの徴税を度々受けたほか、朝廷からも、臨時徴税を受けた。 その徴税の頻繁ぶりは、県務指揮目では、土葬の保護について一条を置いているほどであった。室町幕府が京都の支配権を確立するにつれて、朝廷の長州代理から財政基盤の弱かった幕府独自の土葬への課税を行うようになり、明徳四年には、落中変土産財土葬並び酒屋屋九上場という五課条から、なる法令を出した。これによって、 延暦寺などの有力検問の権益は否定され、朝廷などによる課税も最低限に制限された。土層薬は土層が押さえている七物の人数に応じて徴収されたと考えられている。その代わりに酒屋と土層が年間六千貫を幕府に収める代わりに原則的にはその他の課税を免除した。当初は幕府が直接徴収していたものの、後には有力土層を おさめ戦ん方に認じて数十件単位ごとに土層薬を徴収させ、後には一種の請負い性へと変化していった。さらに特定のおさめ戦ん方に土層薬や酒屋薬などの収入を一時的に預けて、そこから財政的な支出をさせるという久保を送らの指定も行われるようになった。だが、土層薬をめぐる円略寺との対立は引き続き、その後も円略寺などが勝手に徴収を行い、 幕府が禁令を出すという事態の繰り返しが100年近く経た文明年間にも繰り返されている。さらに土一期によって特製令が出された場合には、幕府は土創薬の徴収を停止しなければならず、幕府に欠くことのできない財政収入でありながら不安定さとも隣り合わせていた。その収入額は明確ではないが、一説には当時の記録より柿津年間に 月額200巻分が幕府に納付されていたと推定されている。土葬薬については、通説では酒屋薬と同じ商業税と解されるが、明治時代の萩野義行の日本財政士や池部義方の日本法政士はこれらを胸別線と同じく建物としての土葬にかけた臨時税であると解説している。これについて土壌を七夜の前身と捉えた横井じ冬の 日本商業史の見解が大元をたどると、荒井白石の読紙世論における大人気の誤解釈に由来するもので、近代歴史学において検証されたものではない、とする見解を出している。佐古由子は、萩野や池辺の土壌薬に対する見解も再検討されるべきと提言している。ありがとうございます。